はい、皆さんこんにちは。柏レイソルの豊島幸郎です。今日は柏マップデザインコレクション、ちょっと僕が商品に携わらせていただいたんで、ちょっと紹介させていただきたいなと思います。柏駅からスタジアムまでの柏ロードデザインに反映しておしゃれな商品となっております。まずはトートバッグ、充電式カイロ、パスケース、スマホケース、マウスパッドを作りました。それぞれ個別にちょっと紹介していきたい。まずトートバッグから、これが多分一番大きい商品で見やすいと思うんですけど、まあ、今回この柏駅からスタジアムまで道が分かりやすく、そして三協フロンティア柏スタジアムの周辺のマップも入れたデザインとなっています。でこのトートバッグは生地がしっかりしていて、このようなサイズなんですね。すごいシンプルなデザインですし、まあ、通勤通学とかでもこう書類だったり、まあ、教科書とか入れてもらって、ジムとかで靴とかシャツとか入れるのにちょうどいいぐらいのサイズ感になって、普段から使ってもらったり、あとはスタジアム来るときにいろんなものを使ってもらって、こうレイソルをアピールしたり、皆さん楽しんでもらえたらなと思ってます。では次は充電式回路を紹介したいと思います。こちらもデザインは同じような形でスタジアムの周辺が入っていると。でこの充電式回路は低温状態で最大8時間、北海道として、北海道ってあんま言わないわ、低温状態の約40度前後の時に最大8時間使えるので、感染の時寒いなっていう時にはすごい重宝できると思いますし、普段から寒いなって日は手を温めたり、なんと充電バッテリーとしても使えるので、まあ、携帯持ってる方多いと思うんで、充電足りないなって時使えると思う、かなりいい商品じゃないかなと思います。ちなみにこれ瀬川選手が一押ししました。次はパスケース紹介させていただきます。まあ、デザインは同じような、これ両開きで周辺の地図が出てくる。でこれもすごいおしゃれなアイテムだと思いますし、普段使いでもいいなと思うんですけど、まあ、スタジアムに来る方、電車で来る方多いと思うので、こうスイカだったりパスもそういった交通系の IC 入れたり、なんと2箇所ポケットもついてるので、他の、まあ、免許証だったり学生証、あとはクレジットカードなど他のアイテムも入れると思うんで、キャッシュレスの時代が進んでますし、カードをよく使うって人はちょうどいいサイズ感のパスケースかなと思います。そしてマスパッド、こちらは在宅ワーク増えた方などぜひ使っていただきたいなと。でもこれオブジェットをしてでもこういう感じで、なんかこう壁に飾ったり、まあ、机の上を置いたりいけるんじゃないか。まあ、特にパソコン使う方は購入を検討してみてください。最後にスマホケースの紹介をさせていただきます。ちょっと僕の iPhone なんですけど、ここにシールがあるんでそこに貼ってもらって使う形ですけど、普段はこういう感じで iPhone XS かなであればこううまくフィットして、ここがスライドできるんで、スライドした時にカメラをバッチリ撮れるように。でまあこれも中にカード類が入れれる場所があるので、スマホだけじゃなくていろんなカード入れて、まあ、スマホケースはいっぱいレイソルからも出てると思うんですけど、また違った雰囲気のスマホケースになっていると思うので、普段も使えてスタジアム行く時もレイソル感が感じられてっていう商品になっていると思うので、新たに購入してみてください。こちらの5つの商品は11月20日の福岡線から販売されますので、ぜひスタジアム来る方は買ってみてください。その後も購入できる場所がありますので、レイソルの情報をチェックしてもらって、購入してもらえたらなと思います。選手が練習後、この商品を見て、どう感じるかっていうのも、この後撮っていきたいと思うので、ぜひそちらの動画を見ながら、選手が多分一押しの商品を紹介してくれると思うので、それも見ながら購入を考えてもらえたらなと。はい、以上で、柏マップデザインコレクションの紹介を終わらせていただきます。